アルトゥーロ・エラスモ・ビダル・パルドは、チリ・サンティアゴ出身のサッカー選手。セリエ・インテル・ミラの所属。チリ代表。ポジションは、ミッド・フィールダー、ディフェンダー。CSD コロコロ、編集地元クラブのユースチームを経て2005年に、チリの強豪 CSD コロコロとプロ契約。その後同クラブのプリメイラ・ディビシオン3連覇に、貢献した。バイエル・レバー空前、編集2007年に、 コロコロ史上最高額の1100万ドルで、ドイツ分でスリーガバイエル・レバークーゼンに完全一席。2010から11シーズンには、主力として2位に貢献した。ユベントス FC、編集2010から11シーズン終了後、バイエル・ミュンケニや SSC ナポリから関心を集めたが、ユベントス FC に遺跡金1050万ユーロの5年契約で、遺跡。 獲得に懐疑的な声もあったものの、イタリアの水にすぐになれ、無人像のスタミナと攻撃センスを武器に活躍し、中心選手として2011から12シーズンのスクデット獲得に貢献した。2012から13シーズンから背番号を22番から23番に変更し、リーグ戦では10得点を挙げるなどチームのリーグ連覇に貢献した。 2013から14シーズンもリーグ戦32試合に出場して11得点でリーグ3連覇に貢献。さらに UEFA チャンピオンズリーググループステージの FC コペンハーゲン戦ではハットトリックを達成した。2013年12月にはクラブとの契約を2017年まで延長した。2014から15シーズンはワールドカップ後のコンディション不良から出遅れたものの、 リーグ戦28試合に出場して7得点を上げるなどチームの主力として活躍し、リーグ4連覇と国パイタリア制覇に貢献した。2015年4月14日、UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝のエース、モナコ戦ファーストレグでは、PK から決勝点を挙げた。その後もチームの準優勝の原動力となり、UEFA を欧州最優秀選手賞の候補10名に、 なお連ねた。バイエルンミュンヘン。編集2015年7月28日、バイエルンミュンヘンに移籍することを正式に発表した。2019年までの4年契約。移籍金は3700万ユーロで、選手が特定の目標を達成したら、最大300万ユーロのボーナスとなる。背番号は、ユベントスやレバー空前で着用していた23番で、ある。 2015年8月1日、DFL スーパーカップの VFL ボルフスブルク戦に途中出場し、バイエルンデビューを果たした。2016から17シーズンは、シャベアロンソ、シアゴアルカンタラと中盤を形成。2017年3月7日、チャンピオンズリーグ決勝トーナメントラウンド16の、アーセナル FC 戦ファーストレグで2得点を決めて、準々決勝進出に貢献。 しかし、チャンピオンズリーグ準々決勝、レアルマドリード戦、ファーストレグではヘディングで、先制点を決めたものの、前半ロスタイムに PK を失敗し試合に敗れた。セカンド、レグの試合では後半退場になり、バイエルンは、チャンピオンズリーグ準々決勝で敗退した。FC バルセロナ、編集2018年8月4日、FC バルセロナに赤金2000万ユーロ、3年契約で、 加入することが発表された。10月28日のレアルマドリード戦にて、移籍後初ゴールを決めた。加入当初はなかなか出場機会に恵まれず、SNS 上で不満を表し問題になることもあった。しかし、持ち前の闘争心やファイターとしてのプレイスタイルを、武器に徐々に出場機会を増やしていき、バルセロナの前半戦のキーパーソンの一人と、呼べるほどの活躍を見せた。 バルセロナが2シーズン連続のリーガ2連覇を達成。これにより、ビダルは個人としてリーグ8連覇を3つのクラブで果たすという偉業を達成したセリエ A2011 から2015、ブンデスリーガ2015から2018、ラリーが2018。インテルミラノ、編集2020年9月22日、インテルミラノへの完全移籍が発表された。 チリ代表としては2007年7月2日に行われたベネズエラ代表との国際親善試合でデビュー。2010年に南アフリカ共和国で開催された 2010FIFA ワールドカップ。2014年にブラジルで開催された 2014FIFA ワールドカップに出場。2015年時刻開催のコパアメリカ2015で初優勝に貢献し、決勝戦のマムと 大会ベストイレブンにも選出された。翌2016年にアメリカ合衆国で開催されたコパアメリカセンテナリオでは5試合に出場し大会連覇に貢献した。2018年3月27日、デンマーク代表との親善試合に出場し、ジャンボーセジュールと共に代表通算100試合出場を達成した。 ユベントス時代チリ代表でのビダル国際 A マッチ115試合28得点 CSD、コロコロユベントス FC バイエルンミュンヘン FC、バルセロナチリ代表。ありがとうございます。